そして、あ、天下太平に志が変わりましたね。まあ、徳川四天王、こちらは能力としては変わってますね。徳川四天王家康の天下人への歩みを支えたのはやはり三河武士たちでした。彼らは譜代衆として家中で重要な位置を占め、軍事や内政に活躍いたしますと。この衛兵、徳川四天王の誰かが部隊を率いて大名と決戦に出ると、四天王と大名部隊の戦闘力が上がる、決戦の防御力が上がる、そして大名自ら出陣すると部隊の士気が上がるということで、まあ先ほどと変わらないぐらい、まあ強くなったといった感じかな。四天王部隊だけじゃなくて大名部隊の戦闘力も上がるようになったりとか、若干の強化が入ってますね。そして戸座間衆、新参武将の施策力が減るということで、本当に重要なのは古くから仕えていた古参武将たちという感じで、まあ、優秀な武将はかなりね、武田とか滅ぼすと手に入るんですけど、彼らが、まあ、施策力減っちゃうのは、これはちょっとショックですね。そしてもう一つの能力が、丘陵統治。旧武田領、旧北条領など新たに得た領地を巧みに統治することで、家康は力を伸ばしていきます。武田の軍勢や北条の四公六民など良いものを吸収できる柔軟さが家康を天下人へと導いたとも言えるでしょうということで、武田軍勢、滅亡させた勢力から施策力を獲得する、これめちゃめちゃ強いやん。ってことは、うちで頑張って滅亡させるっていうことが重要ですね。で、滅亡させればさせるほど、まあ強さが加速すると。これはいいね。そして、関東入府。考えの効果が上がる。まあこれは、米に関わってくるんで、これも重要かな。そして人生。勢力の民中、民中が上がるということで、まあ中勢が上がれば、一気も起きづらくなるんで、まあこれはいいかなと思います。ただし、年貢減免ということで、拠点の兵糧収入が減る。まあ、正直これが一番辛いですね。兵糧ゲート、僕はこのゲームを呼んでるんで、兵糧なくなるとね、まあ、何もできなくなるんで、それで兵糧収入減っちゃうのは痛いですけども、まあ入府とどれぐらい、効果がね、まあ削り合ってくれるか。この収入が減った分を考え効果上げてね、結局同じぐらいにしてくれてるんだとしたら強いですね。まあ、武田軍勢っていう能力が一番強いんで、この中だと。それがもう先ほ、初っ端から解放されてるっていうのはかなりいいんじゃないかなと思います。はい。そして、方策も変化と。かなり農業方面も優秀になったということで。あ、いいね。もうここで兵糧増加入ってんじゃん。あ、じゃあ、意外とそんなに大変じゃないのかもしれないね。よいしょ。ご命令を。で、まあ、早速、滅ぼしていくんですけども、これさ、もう、まあ、新風城とか取りに行く必要はないと思うんで、これ、小山城とかガンガン近場から取っていくべきだと思うんだよね。ここの準検所ってこれのせいか。まあ、飯田城とかちょっと行ってみますか。行くだけ行ってみましょうか。で、お米が、この部隊って米いくつぐらい消費しちゃうんだろう。8部隊になってるんで、まあ、借りた援軍部隊は帰りましたね。7000か。結構米使ってるんで、まあ、近場からどんどん攻めていくっていうのが正解かな。行くぞ。どっちから行くべきかは迷うところですが。でも、こんなに軍出ないと思うんだったら、こっちの、小山城とかから行った方がいいね。てか、これ、海のところの方が兵糧収入多いんで、海から取りに行きましょう。ということで、こう行きます。まあ、他にできることはないですね。ああ、援軍を借りまくってこの辺を倒しに行くっていうのはありだな。まあ、でも、とりあえずこのまま、時を進めましょう。うちで滅ぼすっていうところが重要だと思うんで、まあ、ガンガン滅ぼしていけたらいいのかな。よいしょ。そして、姉が工事対岐阜織田。まあ、岐阜織田同盟なんでつくしかないですね。うちで滅ぼしてえな。で、鈴木対清そうだ。まあ、これは清そうだにつくしかない。助立いたす。うちに滅ぼさせてくれ。まあ、小山城到着ということで。正直、こんなところ強行してる暇があるんだったら、援軍とか借りてうちで攻めていきたいけどな。鈴木はもうどうしようもないね。これって、ああ、清そうだなんだ。で、
明智が筒井に攻め込んでるのか。これさ、宣戦布告、あ、筒井家なら届くな。ちょっと、このまま行くと、うちがだいぶ不利になっちゃう。で、これ、筒井家と、明智家が、まあ、仲悪いんで、これ、橋場家の援軍借りて、筒井家攻めますか。橋場援軍借りれるかな？借りれそうですよね。ちゃんと部隊も入ってるんで、これ、橋場援軍借りて、筒井ちょっと攻めてみようかな。で、うちで滅ぼせれば、万々歳ということで、筒井家に対して、宣戦布告いたします。川武士の誇り、見せるは今ぞ。よいしょ。力を貸すぞ。で、結構これ、家が増えたから、ああ、兵糧もいっぱい送られてくるね。もうこれだけでもありがたいんだけど、これで、橋場援軍を借りましょう。黒田官兵衛、橋場秀吉、小西行長。この3部隊だけで十分ですね。兵糧そんな渡さないといけない？ちょっと待って、兵糧嫌だな。あ、まあ、官兵衛とこの2人だけでいいぞ、じゃあ。軍馬3000。あ、まあ、これだったら、OK ですね。で、これで、ここで、行軍ってやってみよう。4200。まあ、全然十分ですね。兵は倍ぐらいいるんで、まあ、マックスで出てもらって、こんなもんですかね。うん。出陣します！ 4000 人で、明智軍7000か。行くぞ！うちで取れるんだったら取ってしまってもいい気もするんだけど。出陣します！戸市城。まあ、筒井城の方が防衛力 B で高くて、こっちは？こっちも B なのか。うちで取るとどうなる？ここだと戦って勝てそうだね。うちで先取っちゃいましょう、これ。筒井は全部俺がいただこう。これでいきます。まあ、米も足りるでしょう、なんとか。足りなかったら知らない。じゃあ、時を進めていきます。そして、橋場対明智。まあ、これは橋場につきましょう。これ、秀吉側が、復刻してるんで、まあ、兵、借りた兵返せって言われることもなさそうですね。大丈夫かな？このまま行きます。そして、筒井対、清そうだ。は、清そうだつくか。そして、明智軍。これどうなる？でもうちの援軍で借りてるんで多分大丈夫だと思いたい。ただ、軍がもう出なくなっちゃってるね、これ。そんなサクッと落ちない気がするんだよな、筒以上。となると、こっち側は明智に任せておいて、こっちから行った方がいいね。手柄を立ててみせようぞ。ここ兵少ないっつってるし。え？ 2000？ ちょっと待って。行くぞ。ここ、だいぶ不利だね。まあ、でも、わかった。行くぞ。この準剣所破壊してから行けばいいんだ。手柄を立ててみせようぞ。行け。あ、いいね。ちゃんと出てる、軍が。出てくれるんだったらこのままこっち行った方が。ここで勝利して、行くか。よいしょ。あ？野望を継ぐ者。あ、始まったね。織田信長は本能寺の豪華に消えた。が、新たな天下を築かんとする信長の志は、一人の男の心に宿り、再び燃え上がる。橋場秀吉。中国征伐に歩みを進めていたはずの彼は、信長が乱世に果てたわずか数日後、摂津にその姿を現したのである。信長様は生きておられる。何をおっしゃる？信長様は本能寺にて。そうではない。姓は滅するも、その意志は継がれる。信長様の志は未だに生きている。それは殿のお心の中に今なお息づいていると。あるいは羽柴秀吉、あの男の野心のうち。ただ主を思う一心で、かほどの速さをもって兵を進めることなどできぬ。信長様の野望を継ぐ者は
この私か、あの男か。羽柴軍本陣、カンペイ、お前はどう思う？信長様のお考えを最もよく知る者は秀吉様を置いて他におりますまい。む、当たり障りのない答えじゃのう。まあ確かにそれはそうじゃな。光秀、あやつは信長様には成り代われぬ。信長様が強さの源を知らぬからじゃ。強さの源にございますか。人間50年、信長様は人の生の短さを知っておられた。なればこそ限りある時の中でその歩みは誰よりも早かった。さすがのご敬願。わしが一刻をも惜しまずここまでたどり着いたのは信長様の強さを知っていたがゆえ、信長様の野望を継ぐは光秀じゃねえこのわしよ。この世に言う中国大返しの後、豊臣軍は山崎の地にて明智軍を撃破、秀吉は天下人の座に着くこととなる。一方の明智家は滅亡に追い込まれ、光秀は身一つで落ち延び、ついにはその命を落とした。元は同じ主に仕えた二人だったが、わずか数日の間にその命運は大きく分かれることとなったのである。ということで、明智家滅亡。これより表情、そして表情ですね、策がございます。かなり解放はされてるんですけど、まあ農業と論議、いやー軍事ですね。今回軍事取りましょう。36、37、36、結構ポイント優秀ですね。で、絶対これ家康取るべきでしょう。大名表情発言は取りましょう。そして兵糧消費減少、これもいりますね。まあ、あとはこの辺か、農作業費用減少、こんなもんですかね。で、これにてここを大丈夫になったんで、まあ、左近隊が出てくるんで、ここの準検場が破壊されたのを確認してから、まあ、こっちから取りに行けばいいんじゃないかな。左近隊から倒しに行きましょう。で、ここですね。あ、軍が出てる。12000とか、12000なら全然うちが倒せるんで、小山城このまま攻撃させとけばいいかな。そうですね、このまま行きましょう。いい感じです。うまくいけば。我が志必ずよ。そして勝頼の風林火山、まあ、厄介な能力ではあるが、戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。じゃあ指揮取りましょう。羽柴秀吉隊なんで、1950対1950、あれ意外とギリギリの戦いになっちゃった。ということで、こちらが私の軍になります。といってもこれ秀吉から借りた援軍なんですけど、まあ羽柴秀吉、初塚小六、黒田官兵衛、細川雄斎とかなり優秀な部隊が出ております。結構優秀ですね。対して敵軍ですね、敵軍筒井純慶、島左近ということで、まあ、それなりの部隊ですけど、部隊の能力値で私はるかに勝ってるんで、まあ、これはうまいこと、まあ、勝利できるといいかな。なるべく部隊減らさずに勝てたら嬉しいかなと思っております。はい、はい、ということで今回の作戦なんですけども、まあ、かなりね、出てる武将が優秀ということで、まあ、黒田官兵衛の、味方の攻撃上昇、敵の暴力低下の長領の策かな。で、あと細川藤孝のこの敵を挑発、逆撫でってやつ、この2つの能力が非常に優秀だと感じたんで、じゃあそれを生かすために金ドラを2つ置いてやろうということでね、金ドラ2つ置いてみました。まあ、あとはここにいる鉄砲隊180人とか使って射撃させても面白いかなと思います。まあ、とりあえずやってみましょう。海戦と一の戦い、手柄を立ててみせようぞ。じゃあ、まあ、適当に軍を並べるところからかな。覚悟せよ。まあ、秀吉隊だけちょっと心配なん で、 覚悟せよ。でこの鉄砲隊うまいこと使ってあげたいんで、こう射撃できるようにさせときましょう。命令してくれ。まあ、こんな感じで一旦時間を進めていく感じかな。まあ敵の総大将が突っ込んできてくれるとありがたいんだけど、多分そんなうまくはいかないと思うんで、まあ、敵が動いてくるのを待つ感じだと思います。
敵の居所、そっから来たか、掴みましたぞ。そっから来ましたか。ちょっと前進みつつ、あ、動いてこないですね。覚悟しろ。じゃちょっとずつ前進めてって、ご命令ください。始めるぞ。まあ技が溜まってるのはいいことなんで、これ射撃できそうなんで、ちょっと射撃してみますか。非接触で射撃できるんだとしたらかなり美味しい。撃て。もうガンガン進めていいか。よし、入ってるね。よし、敵が動いてきました。なんでこれ多分突っ込んでくると予想して、少しばかり、向き変えときましょう。よし、オッケーオッケー。敵が突っ込んできてくれたのはありがたい。でスピードちょっと遅めます。長量はまだ撃たなくていいかな。やりたい。前、ぶつかってから撃ちましょう。サコンの戦、その身で味わうがいい。サコンやってきたね。じゃあまあそろそろここは一旦、本陣対これか。だいぶ後ろにいるんで挑発意味なさそうなんで、ここ長領の罠、その首、長領の策か。これで攻撃と防御力を変換させてやりましょう。かなりいい感じでいったんじゃないか。命令してくれ。さあ、じゃあ攻撃に出ましょう。ご命令を。いけ。覚悟せよ。でこいつはまあこんな感じでいって、秀吉隊ちょっと援軍向かわしときましょう。やれやれ、一気にやれ。強いな。一瞬で溶けてるぞ敵軍。さすがに防御力低下が効いてますね、うまいこと。よし、このままじゃあ行かせましょう。いやー、長領の策が、あーでもやられてる部隊もあんな。まずいまずい。官兵隊が、これこっちだな。よし、ナイスだけど。で五六体こっち行くか。倒させましょう一気に。で神戸ちょっと下げてもいいかな。いけ、ナイス。まあ80人、結構厳しい感じにはなってるが、よし、ナイス。もう戦えないな60人は。まあ一気にこれでいくか。長領の策が入れば強いんで、これ長領入れときましょう。長領の策、これで防御力が下がってるんで、このまま押し切れんじゃねえの。ぶつけるか官兵隊も。いけ、一気に削れ。よし、いいね。部隊一部隊やられちゃったけど、ほぼ部隊残しましたね。ということで勝利。出世のためわしは負けられんのじゃ。これは優秀。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。